メだ。精神がぐちゃぐちゃで全く話ができねえ。初日に会った時はこのような様子ではなかった。どうやら後の数日で影響が進み、やがて狂気に陥ってしまったのでござろう。俺のレポートが、これだけは勘弁を。レポート？それはどこにあるのかしら。怒鳴らないでくれ。フィッシュル、あまりいじめちゃダメだぞ。だったら私がやりましょう。親愛なる殿方、私を見てください。レポートをどこに隠したのか教えてくれませんか。怖い。報告を無理やり書かせないでくれ。どっか行ってくれ。おいおい、完全に想像の世界に行っちゃってるぞ。拙者が参ろう。失礼。尻が痛い。でも頭のもやが晴れてきた。頭が回るように。それをどこに置いたか教えてくれぬか。レポート、あっちの石の隙間だ。よし、よかったな。危うくこいつの耳元で直接ロックを奏でるところだったぜ。結局はカズハがお仕置きしたけど、すごくためらってたみたいだな。やっぱカズハは優しいやつだぜ。さあ、探し物は近くの石の隙間にあるようでござる。調べてみよう。